はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスタージオカスリープロフェッショナル続きやっていきたいと思います。ですね、今回はですね、リクエストというわけではないんですけど、自分いつも動画出してるんですけど、負けたね対戦を見せてくださいというね、またね一風変わったリクエストなので、リクエストですね、負け戦リクエストですね。なのでただ負けるだけじゃ面白くないので、負けるっていうか、ギリギリすごいいい対戦だったなっていうね、ちょっと特集しましたので、それはね、今まで対戦してきた中の特集だったりもしますので、何件かねやってみたいと思います。なのでたまにはね、こういうねリクエストもいいかなと思ってね。というのが、やはり相手のね、やはり負けたとしても相手のね強さありますよね。相手を見てね、やはり取り入れることも、やはり自分のね、パーティーを強くする元だと思いますので、自分のね、モンスターだけではなく、やはりね、プレイヤーのスキルも上げるということでね、やはりやってる本人がね、やはりね、いろんなことを知ってると、やはりね、幅が広がってくるわけですね、対戦でもね。同じモンスターを使ってても、なんで同じなのに勝てないんだろうっていうのが、やっぱそういうところが出てくると思いますのでね、これもね、大事なパートだと思います。なので、自分もね、日夜研究してるので、一回ね、やってみないとわからないのでね、一回こんな対戦しましたっていうのもありますので、やってみたいと思います。はい、とりあえずはね、3枠ハーグレメタルキング連れてきたんですが、相手がね愚名なのでちょっとドレアムにしてね、合体してで、こっち超行動早いがついてるので、1ラウンド目はもったいないですよね。始まりの守護者がついてるんでね。あ、変えた。変えてもいいか。変えてもいいや。一番右にね、ベーラがいるんですよね。暴走兵器からの、お、物理予測。そこはいいでしょう。とりあえず無心の構え、冥界の霧。今回あっちゃうのから切断 AI なのに、メタル斬り。周りがねいくらか食らうのでね、これ始まりの守護者ですよね、硬いのはね。で、こっちも硬いんでね。だから、簡単に言うと、物理では、天魔は落とせないってことですよね、左から2番目ね。で、周りは落とせるので、天魔がね、残って何をするかですよね。ただ物理しかできないので、そうなってくると、冥界の霧があるから回復できないとって、域予測してくるかな、もしかしたら。お、合体したってことは予測1個減るのか。なるほどね。これまた冥界使ってもいいかな。お、煉獄来た。お、落とされちゃった。落とされたんだったらもうこれでいくしかないよね。大義予測が怖いよね、ちょっとね。はい、暴走要塞。凍てつく波動。星振りのサンバ。素早いからね。素早いけど、硬さもね、やばいんですよね、こっちね。ベホマラ。さあ、どこで止まるかね。アイアンゲーザー。あ、総裁した。総裁したけど、まだ撃てますんでね。3枠だと200最高なんでね。これね、合体しないとあんま意味ないんですよね、はっきり言ってね。ベホイマ。食らった分まで及ばないけど回復はしましたね。
自動でね、やっと追いついた感じなので、これで合体してしまえばいいんですよね。相手がね、何残ってるかですよね。ラウンドゼロ。オッケー。まあ、これで終わったんで、とりあえずいいでしょう。の、しかもテンション上げてくれましたね。で、プレイヤーがライドできるようになったので、またね、ここでね、今、守備力5012ありましたよ。合体解除しましたね。明日からかな、とりあえずはね。おっと。そっか、合体しないとね。冥界かな、何起こるかわからないんで、とりあえずはね。はい、暴走要塞からの、ね、あちらも暴走要塞固くなりますけど、対義予測。あそこに行かなきゃいいってことね。冥界の霧。まあね、通るっちゃ通るけどね。テンション。アイアンゲーザー。ベーラに行かなきゃいい。見事に外れた。混合劣化遺産。いいね。テンション。テンション。赤い霧。要は、アイアンゲーザーですね。死神の息は効くのかな？混合劣化遺産。リベホイムだな。とりあえずはね。こうなってくると長期戦になるので、ジャッジとかですよね、やっぱりね。押されてるので、若干ね。身代わってきましたね。身代わりってことは、なんか持ってんだね。根に持つタイプとかね。で、固まって、この次ベーラがね、いるので、今、ポイント勝ってるわけで、ここで落ちなければいいんですよ。要はね、チェイン。赤い霧。応援するっちょ。で、あっちの方が早いので、それが癖だな。このまま行こうか。固まってるんで、ね、攻撃はしないんで、ね、ラウンド数稼げるので、下手に解除してゴッテスにすると、一回らせられたりするとね、また面倒なので。とりあえずこのままにしておけば、いいんだよね。うん、とりあえず何もないので、まあとりあえず、まあ、テンションでもいいですけど。下手に冥界の霧とかやるとね、せっかくね、かかってるものがね、消えてしまうのでね。ジャッジで忍ぶって感じですね。ハイドインパクト、やってみようか。まあ、ポイントは稼げますよね、これいくらかね。そうか、行くのか、ライドインパクト。そうか、防御すると下がりますもんね、それはジャッジがね。なので、あ、まあ、勝ちましたけど、次なんだろう。ここで落とさなきゃいいんですけど、牛名か。牛名だったら、ここでアストロンとかあればいいんですけど、アストロンとかって減っちゃうのかな。ここでテンション貯めろってやれば100いきますよね、ざっとね。防御するとダメなので、ここで落とされなければ勝ちですよね。硬くなってるので、ものすごい硬いと、暴走期間。上がった後でどうなのかって話ですよね。さあ、どっちだ？うわ、マジか。はい、ここからですね。ですね。まあ、収録してたんですけど、これね、声が入ってなかったっていうね、まあ、パートなんですけどね。なので、アテレコしていきます。すごいね、経験になった対戦なんですよね、実はね。こんな感じでね、まあ、ゼロの衝撃とか相手も使ってきますよね。なので、ゼロ章、あ、そっか、霧がね、防げるな、とかいろいろ考えてる対戦ね。これもね、
ワールドを使っているので、まあ、究極コード早いついてますよね。なので、まあ、相手に攻撃も早くできるし、まあ、これで落とせるかなって油断してね、この後のメンバーにね、とんでもない手こずったっていうパートですね、これはね。というのが、ここでね、今の自分のね、使ってる、まあ、前も使ったFランク縛りとかになってくるんですけど、ここからヒントを得たのもありまして、ただね、もったいないのが、どっちかな、惜しい対戦だったんですけど、確かに惜しい対戦なんですよ、これね。こういうメンバーが出てきて、一番右のね、ラーミアがね、クセモンだったんですよ。なので、まあ、ここでね、ゾーマとか使ってた時なんですけど、ここでね、また得たのが、何でしょうかね、最後の楽園パーティーとかね。もう本当にこれすごいパーティーだったんで、これ身代わりでまずスライムマデラが身代わりますよね。身代わって、このね、ドラキーが、この不気味な光とかでね、じわ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 攻めてくるわけですよ。こっち動けなくしようとしてね。なので、これ4枠使ってたんですけど、今使ってるね、1枠4体とかだったら、また違ったかもしれないですよね。で、かく乱の叫びなんか使って、作戦封じすると、相手もね、使ってこれないんですけど、AI ね、1回目だけ封じる感じなので、2回目以降はね、普通に食らってしまうわけですね。なのでね、これ根に持つタイプで固められますよね。で、スライムマデラ落としたら、さてどうしようとか考えてるときに、こうまず回し蹴りとかで食らいますよね。一番、これデュランですね。デュランから食らって、まあこれ自分がストーリーで使ってるゾーマなんですけど、対戦ではそうはいかないよってこういうことなんですよね。で、回し蹴り連続きますよね。まあ1枠のね、AI2、3回行動なんで、ね、威力は大したことないんですけど、こういうね、攻撃食らってるときちょこ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 こういうの食らってね、生き返るってことは、このリザウラル、お裾分けもね、ありますよね。こんなのもありますし、マデュラ生き返ったってことは、こっちが治ってね、倒したとして、またね、固められてしまうわけですよ。なのでね、まあ、ボコボコにやられてるんでね、まあ、ここで唯一どうやって勝とうかなーってジャッジを見たときに、ジャッジものすごい勝ってるので、これ落ちなければ勝てるんですよね。なので、長期戦でどうしようかなーとかね、あとこの身代わりをどうやって防ごうかな、今だったらステルスアタックとかも、身代わりは貫通しますし、まあ、全体攻撃ですよね。なので、ラーミアが邪魔なんですよね、要はね。マデュラを落としてしまって、塊要因が、この3枠、4枠だと、ごっそり持っていかれちゃうので、3体分ぐらいね、根に持つタイプで持っていかれるので、まあ、不屈を通しては大事ですよね。なので、こうやって一回って、裏も一回ったとって、ね、こうやってやられて、まあ、根に持つタイプで固めますよね。だけど、マデュラが、身代わり使ってくるので、じゃあどうやって倒せばいいんだろうとコマンドをね、入力するときに思ったのがありまして、ね、これ、まあ、飛ばしやってますけどね、ここはね。はい、身代わり。まあ、これをどうにかして沈めないことには話ならないと。そして、いつの間にか落ちてるので、ジャッジも負けてるんですよ。この辺り来てるとね。飛ばしてるんでね。で、テンション。スネクダキ。ね、これでどうしようもないな、もう勝てないな、攻撃系じゃ絶対叶わないなってここでやっぱり気づくわけですね。な時に、この次のターンに、まあ私がね、どういうコマンドを入れるかですよね。あ、会心刺激当たって、あ、いけるな。あ、でもこれで生き返って、また根に持つタイプ食らって固まるわけじゃないですか。なので、ラーミアがね、またね、リザオラルとかね、ザオリクとか使ってくるので、まあ、リザオラル使った時はね、この落ちた時に身代わりが解除されてて全体食らうようになってるので、またそれもいいですよね。で、これドラキー落としたとて、またリザオラルで一回いたりめんどくさいので、このしつこいメンバーいいなと、ここでね、最後の楽園パーティーをね、考えたっていうのもあります。で、光の波紋。これでね、せっかく固めてたのが、もう全員ね、治ったりね、またリザオラルかけたり、ね、ラーミア邪魔ですよね。癒しの雨でね、せっかく食らしたの全部回復したりするので、さてどうするか、残りラウンド6ターンって考えたときに、まあ、自分が思いついた戦法がね、疾風好きですね。誰よりも先に攻撃する。要は、身代わられる前に攻撃できるってことですよね。これちょこちょこちょこちょやっていけば、こういう感じでね、倒せるかなって思ったんですよね。なので、F ランクの、大木槌の身代わりメンバー、ありましたよね。あれに唯一大きな弱点があるっていうのが、こういうことですね。疾風好きをやればね、案外ね、いけるんですよ。だから攻撃力強いモンスター入れなくちゃないですけどね。
なのでそれやられてきた時にどうしようかと方向へ行くんですよね。それで、あ、これちょっと押してきてる、あ、これ勝てるんじゃないかっていうのはね、負け戦じゃないんですけど、これね、実はね、最後とんでもない終わり方するんですよ。ね、またザオリコースわけでこうめんどくさくて、でも、生き返った分すぐ倒せるので、ジャッジポイント溜まっていって、最終的にいけるかなって考えててね、ここでようやくちょっと面白くなってきて、あ、いい勝負だって思ってきたんですよ、ここでね。で、残りラウンド4ターンなので、どうしのごうかな、こっち落っこったら負けだな、ということで、もうシップ好き連打していけばね、あっち攻撃される前に、もうずっとね、あの、黄金パターンハマってね、まあ、勝てるんじゃないかなって、ここで思ってきて、まあ、やりますよね。だから、生き返らせたとって、こうやってね、相手が倒れるってことは行動できないので、ずっとね、繰り返せるわけですよ。でね、1枠なので4枠に対してはこんな攻撃力ですよね。あと、身代わりやってくるので、でも、シップ好き関係ないのでね、身代わりより先なのでね。はい、こうやってね、ブラックホールとかいろいろ攻めてきます。で、HP が今ね、1000いくつですかね、1460ぐらいありますよね。なので、まあ落ちることないかな、ちょっと怖いな、デュランがなーとか考えてる感じですね、ここはね。はい、残りラウンド3ターン。お、まずいんじゃないか？お、いい勝負だ、シップ好き、どうだ、これでまずデュランが落ちるとかなりますよね。はい。エリザオラル。これでね、あの一番右が最後の楽園使ってね、えと思いますよね。全員生き返っちゃうわけです。でもここでラーミアが落ちたので邪魔な回復がいないわけですよ。なのでずっとシップ好きやればね、最後ね、このマデュラは倒せないとってジャッジで勝てるわけですね。なので、あ、いける、これいけるいける。こう落ちたらね、逆に負けですけどね。なのでデュランとかね、動かしたらやばいんですよ。ね、残りラウンド2ターンですよね。で、ここに来て、まあ、合体解除して、まあ、やられてしまうとね、負けるんでね。なのでね、ここで、ライド。ね、こういうことです。なので、通信エラー切れてしまったんですよね、ここでね。はい、俊敏につき、賢さ、最強メンバー来ましたね。完全に呪文系ですね、これはね。なので、まあ、合体しましょうか。とりあえずはね。これは強いぞ。ね、政治ももじゃもんね。これは、身代わんないと絶対負ける。絶対負けるから、どうしようかな。遊び人の前の、まあ、いいか、とりあえずここ身代わりだね。間違いなくね。身代わりの、あ、身代わりだけど、これリザを使ってくるかな。あ、だったらちょっと待った。ちょっとまたごめんなさい。はい、おてんば姫からアストロンか。まあ一旦、あ、そういうことね。始まりの守護者封じかな。ってことはあっちも条件一緒ですよね。ってことはリザオラル使ってくるな。メーカー言っときゃよかったな、それだったら。んだったら、ね、増加させといていいよね、これでね。はい、オッケーオッケー。だったら入れ替えよう。入れ替えでここ2体だけ変えます。さて、ね、ライドしますでしょ。ライドして、どうなんだろう、ゼロ種は使ってこないと思うんですよね、4枠なので。使ってきたらあっちもね、ピンチなんでね。やはりそこは考えてきますよね。なので、ってことは堂々と冥界打てると思うんですけどね。冥界打ってここがね、冥界とね、身代わり一緒に持ってるから、どっちかしかないので、ここテンション貯めれば、テンション100の呪文打てますよね。OK。でね、亀が万一落ちてしまっても、根に持つタイプついてるので、政治ももんじゃね、本当に危険なんでね、これ本当にね。はい。これでとりあえずリザオは封じました。リザオかかってると思うんだけどな。これ晴天の霧だったらもっとダメージいくんですけどね。政治ももんじゃない。そんな HP 高くないと思うんですよ。4枠といえど。はい。100メドローは。行くかどうだ ?999、とりあえずね。あ、625か。999行かないな。そっか。1枠だもんね。
あー、これもあった。これボディちょっと違うな。赤い霧。攻撃封じ。あ、攻撃封じ。ってことはリザウラル使ってくる。使ってこないか。うん、こう落ちた。はい、根に持つタイプ。そうか、リザウラル、そう、根に持つタイプ効かないか感じか。休み。さすがだ。あ、でも落ちたからいいか。そうだね、休み無効か。休み無効だったら、呪いだけになりますね。危ね。ってことは次まずいな。これ落ちる可能性あるので、ちょっとばらけよう。ばらけますか、大会場。で、入れ替えたいんですけどね、本来ならね。だから身代わりメンバーがいないので、一番早いのがスライムなので、ここどうにかするしかないですね。だライド降りときます。おっと違う。これじゃない。ライドを降りる。降りる。これでやんないと絶対負けるので。どうしようかな。8か。あ、なんだったら、まあ、ベホマズンでもいいけどね。ベホマズンの、ゼロ勝。ベホマズンゼロ勝ジバルンバ。これでジバルンバ来るんだよな。無理だろうな。食らうよな。あ、まず落ちるね、これ絶対ね。ボーン、はい。最後のあがき。よかった。ジバルンバ対策してますよ。ねえ。お、よかった、二段階。怖っ！怖っ、二段ジバルンバやってきた。政治ももんじゃがなぜ二体いる？これ二体使えるのかな？裏表で使えるんでしたっけこれって。これフリー対戦じゃないのに。え、なんで使えるのこれ。まあいいや。まあ使えるんでしょうね。これで相手も条件一緒だなぁ。強いな。ジバルンバは怖い。政治ももんじゃやはり怖いです。なんでね、こっちも一緒なのでね。ただね、HP が少ないんですよね。身代わり。身代わりの残りラウンド7なので、リザオラルでしょ？あ、違う。あ、違う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 。こっちだ。リザオラルをまず自分にかけて。これどうしようかな。冥界は使えないので、ステルスアタックなの、これ間違いなくね。はい、行きます。超光の波動、いいね。マイナスなってる分がね、戻る。お、静寂の弾、呪文封じ。いいね。身代わり。ここを倒してしまうと、身代わりなんでね、貫通しますよね。どのぐらいダメージ通るかですよね。亡者なのか、根に持つなのかね、そこでまた決まってきますね。おたけび。はい。そこだけだったらまだいい。この後に変なやってこなければいいんだけど、焼け付き効きたかー、食らうだよ。よっけ。おー、怖い。装備品があるんですけど、あ、そこだったらいいや。リザウラを全体化。ステルスアタック。これで全体行くので、静寂の弾があるので、政治ももんじゃが行けばいい。よし、オッケー。行きました。カウンターはいい。はい、星売りの3番。それじゃ終わりませんね。合体なんでね。はい、落ちるかな？ステルスアタック、いいね。リザウがかかってるんでね。あ。さて。ここが、ここでようやく冥界かけてもしょうがないな。かけない方がいいか。ザウリクじゃないな。守りの霧でしょ。あ、違う。違う。ここまずいな。あ、落ちるな。どっちみち。いや、守りの霧でいいや。守りの霧でここが動けないから、固まってるんだったらこのまま行こう。ラブリー。邪魔なのがいないので、これでステルスアタックで落としてくれれば、OK。ジャッジ負けてるんでね。そうだね。亡者リザードとかついてるかな？あ、やっぱり。ちょっと今思った最後の楽園ついてるかなと思った。で、一番左は？カウント、あ、まだ倒れないか。いけ。ドーン！よし、オッケー。そこ倒してくれればオッケーです。さて、ここからだ。あ、やってくれるか。早い、いいね。もう行ったんじゃないか、そろそろ。うわ、なんだ、このメタルライダー。ここ、冥界ですね。
でも落とされる可能性あるんで、でもステルスアタックと身代わりですね。これでいけるとは思うけど、どうだろう。おすわけ。かばう。あ、かばう発動してる。身代わり。ステルスでね、聖磁ももんじゃ落ちましたよね。静寂の弾も切れてると思うので、あっちが呪文使ってきたら全部大きい槌にはまりますね。危なかったですね。休み食らってたらちょっとまずかったですよ。はい、冥界の霧。これゼロ章やられない限り、これでもう生き返らせられませんね。でも最後の楽園使っちゃったんで多分大丈夫だと思うんですけど。お、845。カウンター。これで星振りのサンバであと、とどめさせてしまえばいいので、ね、これだと遅いので、フレイシャとね、まあ、変わりたいですけど。あ、倒しましたね。はい、もうじゃあリザをならず、冥界使ってるんで、こっちもね、全体リザウラル消えましたけど、勝てたんでね。はい。あと冥界ですよね。冥界が残ってるから、冥界残ってるからどうしようかな。どうしてくるんだろう。ステルスアタックでいいかな。ね、テンションからやればいいかな。どうだろう。合体しますよね。はい、合体した。はい、また脅威再び。脅威再びなので、ここ怖いからちょっと冥界使っておこう。ゼロ章は使ってこないと思うんですよね。なので、星降りのサンバでしょ。HP 少ないので、ここ身代わり。これでいきましょう。ただね、大木槌がやられて、根に持つタイプで固めてグレーツェルになるので、まあ、その頃には相手の HP が少なくなってるのでね。はい、冥界の霧。これでリザウラルは効かないですね。あ、しまった。星入りの3倍やるんだったら変えとけばよかった。でも200なんでね、いいか。どっちみち晴天の霧は使わないので、限界今のダメージなんでね。はい、亡者。これリザを使えないので、どうあがいても相手の負けですね。ジバルンバ使っても次のターンなんでね。このターンでこっちがね、やられなければ問題ないです。赤い霧。あ、リザを使ってくるかも、もしかしたら。大丈夫か。そうだったらゼロ章使っとけばよかった。わあ、え、OK だね。危ないね。ワンダーバーン。まあ、こうなりますよね。隠れる。もう一発来るか。行くか。メドロワ行った。あ、ジバルン怖っ。これ怖い、これ。はい。ユニバース。あぶねえ。もういいよ。わかったわかった。アホか、このパーティー。あー、本当に厄介これ。あー、どうしようかな。防御だな。防御プラス、アイアンゲーザー。ここ落ちるから、何やっても落ちるね、これね。身代わりやってもいいや。貫通するんで、ジバルンバは。はい、ポン。はい、ガードして正解。赤い霧。あー、怖いな。あ、悪夢、これ落ちたね。はい。亡者の執念。あー、しまったな。亡者の執念だったら、亡者の執念なんだったら、攻撃しとけばよかったな。これ MP 尽きたんじゃないよね。こっちがゼロだから攻撃してきてんだよね。まあ、それはわかる。ヒートアップ。意味ないっつうの。あー、もう、残りいったんですね。あのユニバースがきつかったな。だからこれで落としてしまわなくちゃいけないんですよね。あー、もう、モージャリザをな、本当に赤い霧でね、塗り替えましたよね。これ固めればいいんだけど、4枠だからそうはいかないんだよな。
負けたな。負けだ。でも面白かったな、今の対戦。またやりたい。あそこの最後の楽園のね、手前ですね。あそこでね、冥界の切り使ってれば勝ってたんですよね。そっか、あそこの作戦、自分がリザオラルかかってるから、っていう話ですよね。まあ、ドルマド。使ったらしょうがないんだけどな。さあ、どうなんだろう。でも、最後落としたからな。やっぱりな。うわ、10万だって。うわ、面白。はい、ということでね。まあ、ギリギリの対戦もあったわけですよね。まあ、その中において、やはりね、メガンテだけで終わってしまう対戦だったりとかね。普通にこっちがね、勝てそうで負けたとか、通信が切れてしまったとかね。ちり紙交換が邪魔したとかね、いろいろあるんですけど、まあ本当にね、埋もれてるものは結構あるので、まあ勝ち戦の中にやはり負け戦もね、自分の中でありますので、それでね、やはり相手の、まあ強さですね。まあ相手の強さをね、わかるのでね、まあそれを見て、あ、こんなん使ってきたな、あ、じゃあそれに対してこの対策しようかなとかね、まあ相手の、例えば物理攻撃してきたらね、物理予測とかありますよね。まあそういうことをやってきたりとかね。まあそういうのを取り入れたりして、まあモンスター作ってる感じなのでね。やはりね、相手を見るっていうのもね、やはりね、自分のスキルを上げることにもつながっていきますのでね。はい、ということで、今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。